皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はリオです。私は日本語教師の資格を2021年に取得しました。これまでオーストラリアで2年、アメリカで10年、海外では12年以上、現在は京都でボランティアとして全てのレベルの人々に日本語を教えています。母国語以外を学んだ経験、ボランティアとしての経験があなたの手助けになると信じています。私は人と話すこと、人を知ることが大好きです。私の授業は会話がメインになります。もちろん文法も教えますが、経験上会話が言語上達の一番の早道だと信じているので、私の授業ではたくさん話してください。また私は英語も話します。仕事では通訳も担当しています。ですので日本語がまだ不安という方には英語での授業も可能です。まずはトライアルでお互いのことを知り、あなたの目標、あなたのしたいことを教えてください。あなたの目標に合わせ授業をカスタマイズしましょう。それでは授業で会えることを楽しみにしています。 See you later!